というわけでやってまいりました。今日はですねこちら、ホンダシビックハッチバックです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダシビックハッチバックというわけで、こちらねマイナーチェンジ後のタイプになりますね。ちなみに車両価格が、298万6500円なんですね。ディーラーオプションが20万ついて320万の、ものになります。隣にね見えてるのがタイプ R なんですが、あちら2リッターなんですけど、こちらは 1.5 リッターになりますね。でシビックタイプ R とこの、シビックハッチバックは、イギリスのねスウィンドン工場で作られてるんですね。今ね新型コロナウイルスの加減で、工場の方がね閉鎖されてるということで、今ね手に入らないらしいですね。前もね一度レビューしたんですけども、この新色かっこいいですよね。あのちょっと、なんていうの軍隊色というのかなんかねグレーなんですけど、ちょっとブルーがかったグレーなんですよね。今日はねあの久々にちょっとこちら、400万円の中古販売しているタイプ R さっきね乗させてもらったので、乗り味ねどれぐらい違うかもう一回ちょっと乗ってみようかなと思います。いやマイナーチェンジしてねだいぶこの辺がすっきりしましたよね。これほら刃型のデザイン、こういうのもね今回新しくデザインされてますね。こちらタイプあるんですごいんですけど、ほら前のタイプはねここ刃がないですよね。うん、リアスポイラーもねちょっとおとなしめですがちゃんとついております。いいよねハッチバックね、やっぱり。ただちょっとサイズがねちょっと大きいかな。でもタイプ R に比べるとまだ普通に乗れる感じですね。6速マニュアルなんですよね。ちょっと暑いんでエンジンかけさせてもらいます。ふう、とりあえずクーラー全開。シートはその側面がちょっと革になってるかな。でここはもう布ですよね。なんかチェッカーフラッグのデザイン、電動パワーシート、あすごいここ上がる、モリッとなる、結構シートモリッと、あこんなに上がるん、すごい。そっかタイプ R 電動やったかな。ほら手動なんや、手動、ほらこれ手動。その代わりシートめっちゃかっこええわ、めっちゃええわ。これシート全体が上がるのと、ここが盛り上がるのと、なんか2段階ですね。ホンダはねほらちゃんとこのスポーツカーなのに後部座席もちゃんと乗れるというゆとりの空間ですね。頭ねつきません。私ね身長結構高いんですけど180センチあるんですよ。それでも結構ゆとりに乗れます。改めてシビックハッチバックをゆっくり見てみましょう。サイドガーニッシュは黒なんですね。ホンダのデザインってね結構クールで男っぽいデザインが多いですよね。これね今度の新しい、フィットのリュクスですけども、だいぶね優しい顔つきになっちゃいましたよね。ヘッドライトがインライン型から普通のタイプに変わっちゃいましたよね。なので結構ねこうシビックとかはねまだこのインライン型で結構こうクールなイメージがありますよね。こういうの聞いてます。後ろももう一回じっくり見よう。ちょうどいいかもしれんな。金額的にもちょうどいいかもしれんな。シビックタイプ R は嫁が嫌がるかもしれんけど、シビックハッチバックなら嫁も OK かもしれない。 1.5 リッターだし税金も安いのね。シビックタイプ R は男の憧れ。シビックハッチバックは嫁がギリギリ許してくれる範疇かな。はい、というわけでちょっといろいろいじってみましょう。あ、涼しなっとる。この辺どうなってたかなということですよ。これエンター、あ、ハザードはここにあります。これ押しやすいね。
この位置ね。あ、でシート、そうそう、シート、シートが意外とこうね、意外と上がるけど、これね、あの設定がね、よくあのもうちょっと上級グレードになると設定1、2とかできますよね。このタイプはできないんですね、残念ながら。その代わりシートヒーター完備です、3段階。これ冬助かるわ。うん、ハンドルの質感はかなりいいですね。本革巻きで手に馴染みます。あ、ターボマークがついとるんか、知らんかった。そう、これ 1.5 リッターなんですけど、ターボなんですよね。で、右側がガソリンメーターね。これ実はね、あの外国で作られてるんで、廃屋仕様なんですね。なんかこの辺触るとなんか、おぉ、ターボマークでかなった。平均燃費 17.2 か。まあ、これ試乗車なので、ちょっと悪いかもしれないですね。もうちょっと行くんちゃうかな。これブースト。わあ、へえ、こんなん出るんや。で、これはね、車線はみ出し、これハンドルがククッと戻ってくれます。やっぱちょっとさっきね、シビックタイプ R 乗ったんですけど、それよりね、軽い感じします。なんかタイプ R もうちょっとグって感じでした。ブレーキホールドシステム。これ、いいね。ブレーキね、踏まなくても、後ろに下がらないっていうやつね。マニュアル操作の時は結構それね、初心者の方はこれかなりいいと思いますよ。本当坂道発進ね、あの最初の方怖いですからね。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告によし、ホンダシビックハッチバックということで、今久しぶりに運転しております。まずね、運転してすぐ 目立ったのがこのインジゲーターがね、グリーンに光るんですね。まあエコ運転もできるという感じですね。あの結構エコを象徴してきます、意外と。ちょっとイーコン、いきなりイーコンで走ってみようか。これなんか関係すんのかね、このマニュアルでイーコンって。はいはいはい、ねさっきね、実はシビックタイプ R 試乗しちゃったんで、その差が結構ありますね。まず静かです、意外と静か。なんですけども、マフラー音が意外と入ってきます。マフラー音は心地よい感じで入ってきますね。優しいスポーツ感、すごい運転しやすい。かね、このマニュアル、昔、今はもうあれです、オートマしかほとんどないんですけど、このマニュアルがねやっぱ残ってていいですよね。このマニュアルなだけですごいスポーティーな感じがするなと、スポーツカーに乗ってるなという感じがします。でこれ6速マニュアルですね。やっぱボディ剛性はシビックタイプ R と同じボディを使ってるということ で意外とね、タイプ R ねめっちゃガチガチじゃないんですよ。でそれに比べてこの普通のシビックの、ハッチバックはね、もうまあさらに、まあ、少し緩め緩めの乗り味、まあそれでもしっかりしてないわけではないんですよね。やっぱ車幅が広いんで、すごいやっぱこの安定感っていうのはありますよね。私ね、フィット乗ってるんですけど、結構ね跳ねちゃうんですね。あれ跳ね上がるんですよね。その跳ね上がるっていう感じがね、このシビックはないですね。まあでも普段乗りならこっちかな。いや普段乗りならシビックハッチバックだよな。約300万ですよね、290万後半で。シビックタイプ R が450万クラスか。あれね、ちょっと中古販売で400万でしたけど、150万ぐらいの差があるんですよね。で、やっぱね、これ、おそらく、だいぶ静かになってる。だいぶ静かになってるぞ。静粛性をね、上げたと。消音パネルがね、ボディの中にもプラスされて、それでまあ、この外の音をなるべく入ってこないようにしてると。やっぱだいぶ静かになってる。
でエクステリアもね今回少し変わりましたよね。このタイプはあの上サンシェードはついてないんですけども、あのオプションでねつけれるようになりました。あのよく北米仕様とかねヨーロッパ仕様、まあ、向こうの方はサンルーフ好きなんですよね。サンルーフつけてくれるということでつくようになりました。まあ、私もついてる方がいいなと思うんですけど、あれどうなんでしょうね、ボディ剛性落ちるんじゃないかなという感じはしますけど、タバコ吸う人とかはいいのかな、あれ開けれるし。あーでも楽しめるわ。今2速で3500ぐらいまで回してるんですけど、やっぱねあのこのターボ車なんですがゆるっとターボなんで、まあ、燃費の方を稼ぐように作られてるとは思うんですが、それでもねこうグッと踏み込むとこの VTEC との相性がいいんでしょうね。ぐんとね加速します。そして G を感じますね。まあそっか、意外とこの 1.5 リッターの方がね分回せるかもしれんな。下道でもね結構アクセル最後の方まで踏み込むことができます。あのタイプ R はね怖くてね最後まで踏めなかったですね。その点こっちの 1.5 リッターのハッチバックの方がこうグッとね下道でも踏んで遊んで乗れるかな。うん、これだったら奥様も乗れるよ。これ奥様も乗れるマニュアルです。なんとか頼み込んでこよう。わあしまった、シビックで細い路地に来てしまった。やっぱちょっと車幅が広いんでこう電信柱とか怖いですね。気をつけて運転しましょう。はい、今ねあのアイドリングストップしました。あの交差点でねあの止まるたびに実はアイドリングストップします。その辺もね実はこれスポーツカーなんですが、まあ、燃費もいいというものですね。っていうかこれハンドルもガチガチなのや。エンストしないんですよね、このそうそうエンストしないの不思議マニュアル車なんですよね。いや本当これびっくりしますよね。最初アイドリングストップした時これエンストしたのかなと勘違いしますよね。だけども最近のマニュアルカーはエンストはしないというものなんですね。まあもちろんホンダセンシングがついておりますので、まあ前にねぶつからないとかあの結構安全支援システムがついております。でこれねボンネットがねあの跳ね上がるんですよね。あのもしね間違って人を引いちゃった時にねちょっとでも、歩行者などを助けるというものをついております。いやその辺も安全でいいですよね。はい、アイドリングストップ。これが変な感じするわ。まだ慣れへんな。これアイドリングストップも切ることが一応できます。慣れない人は切っといてくださいね。ホンマエンストしたって感じは、これハンドルも動かへんから。あ、ハンドル動かしたら再始動になった。ちなみにこちらの車ホンダカーズ大阪東花園店さんで、試乗の方ができます。あの皆さんね必ず、予約の方してから、試乗の方来てくださいね。予約なしで来たらねあの乗れないことがありますのでその辺皆さん気をつけてくださいね。はい、いかがでしたかね、シビックハッチバックホンダカーズ大阪東花園店さんにぜひ皆さんお越しくださいね。詳しくは下の概要欄に貼ってますのでクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでシビックハッチバックでした。じゃあね、ボーイシュ。
はい、いかがでしたかね、シビックハッチバック。いや、マイナーチェンジ号をね、なかなか手に入らないということで、今年の11月まで、手に入らないので、在庫のあるこのホンダカーズ大阪東花園店さんにぜひ皆さんお越しくださいね。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、詳しくは下の概要欄に貼ってますので、クリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでシビックタイプ R でした。はい、というわけでシビックハッチバックでした。じゃあね、ボーイシュ。